はい、コナンです。今日はですね、 Google Play のねストアランキング今1位ですね。世界的にもね、あのワールドワイドのストアでも結構ね上位に入っています。ワールドフリッパー、こちらやっていきたいなと思います。あのサイゲームズがねリリースしているスマホ用のゲームなんですけども、結構ね斬新なんですよ。なんか弾いて何なんだろうね、まあ、まずね最初にねガチャ引きます。まあリセマラだよね。そして動画の後半ではまあステージのね攻略ちょっとねやっていきたいなと思います。このゲームねリセマラ非常に簡単です。まあ基本的にはね、あの星5、これがね最高レアリティなんだけど、あのリリース記念ガチャ確率 5% なんですよ。だから結構ね確率いいです。だからね、まあ星5がね、まあ、2体ゲットできれば最高なんだけど、まあなかなか難しいんで、星5で1体ね好きなキャラが出たら、まあ始めていいんじゃないかと思います。でですね、今回ねリセマラで17回ガチャ引けます。まずねチュートリアルガチャ1回引いて、その後10連、そしてその後で単発とね引けます。でまあどうなんだろうね、効率よくやるにはまあ10連でですね、まあ星5が1体出たら、まあ続けてね、あの残りの単発もねガチャ引く、そんな感じでねやると多分効率いいんじゃないかと思います。どうだ、星4はね、まあ、25% なんで、まあ、出やすいって言えば出やすいよね。だから星5が出てほしい。でも 5% なんでどうかな、まあ、あとは星5のキャラの中でもいろいろあるんだけど、まあ、どれがいいかざっと見た感じはねなかなか難しい。あの属性があって、キャラにはね属性ゲーなんだけど出ませんね。そうしたらね、これアンインストールとかする必要はないんですよ。タイトル画面に戻って、ここでですねデータクリア、これでねまたリセットできます。でそうしたらねまた行きます。だからリセマラ自体はまあ1回5分もかからないかな。だからまあ欲しいキャラが出るまで頑張っちゃうっていうのはありだと思います。さあチュートリアルガチャ終わって、その後ねアリサはみんなもらえる星4キャラだから、ここは多分固定だよね、アリサ。初めまして私。でこっからですよ、10連さあ早く始めたいんだよ。でログ、このログボでねもらえるんですよ。で受け取ります。これでまあ17回引けるはずなんで、まずは10連いきます。でね、属性ゲーなんで、まあ、それぞれのねキャラにこの属性ごとにね強いっていうのがあるんで、一概にねどれがっていうのはねなかなか難しい。クラリスが非属性キャラでダメージプラス125で、フィリアがね風属性と、だからあと雷属性がイナ、だからどれもねまあ活躍するステージがあるんだよね。さあ来たか、このアクションがね長いと、お星5フィリアいいんじゃないの。フィリアは全体回復スキル、回復系はねまあ1体いるといいんだよ。しかも全体回復、そして風キャラの HP が 60% 以下で一度だけ回復、なかなか、とりあえず星5 1体出たんで続けて引きましょうか。さああとはね、あのゲーム進めてみないとねどのキャラがとかは分かんない、まあ、あとねストーリーでもらえるキャラもあるんで、もう1体ぐらいね星5が欲しい。クラリス、イナホあたり、属性強化のあの能力がある
星4か、星4でもでも序盤だったら十分使えるんだろうね。やっぱ2体ぐらい出していきたいな。なかなか星3、星3はね 70% だから、まあガチャとしてはまあそんなに厳しい感じではないよね。スマホのゲームにしてはまあまあっていう感じかな。でこのリリース記念ガチャがとりあえずね、あと装備のガチャも引けるんだけど、まあまず言っても装備がいいのあってもさ、キャラがないとダメなんで、まあ最初のこのガチャはキャラガチャ引くのがおすすめかな。さあ行きましょうか。一応ね、属性このステージに合わせたね有利な属性になるようにパーティー組みます。パーティー組みますっていうかね、おすすめでね組んでもらえるんで、ちょっと今回はねおすすめ機能を使って組みました。でね、斬新だよねこの基本はね、なんだろうね、このピンボール、ピンボールですよ。ピンボールわかるよねだからピンボールでキャラを弾いて敵にぶつけて倒していくっていう、今までにないよね。まあモンストがねそれに近いって言えば近いんだけど、若干モンストパクってるっていう感じはしないでもないんだけど、再ゲーム、まあでもピンボールだからね、この重力で下に落ちてくる。であの敵ボスキャラめがけてこれ当てると攻撃になって、だから基本はこのピンボール、これね画面のどこをタッチしても OK なんですよ。であとはねちょっと細かい技でダッシュとかねスキルとかあるんだけど、まあ最初のうちはね、まあとりあえずキャラ弾いて、でスキルが溜まったらスキル打ってれば、まあしばらくはね進めるんじゃないかと思います。でタイミング合わせるところダッシュ、ダッシュちょっと画面のねなんかところでタップするとダッシュできるんだけど、ダッシュしてでコンボをねなるべく続くようにしてやるといいんですよ。そして弱点をついていく、いきましたね。さあ今ね風属性でパーティー組んだんで、早速ねフィリア使っています。風属性キャラがね HP60% 以上の間、そのキャラの攻撃力がプラス 80% ということで、このね HP を常にね下げないようにこの戦っていくのがねポイントだよね。おう、かまいたちゲット。さあそして5の2、1の5の2、いきましょうか。同じく風属性パーティーでいきましょう。この風属性パーティー強えな。フィリアがなかなかいいんじゃないの。まず最初のステージは、まあ、雑魚キャラなんで適当に倒していきます。なんか面白いよねこのピンボールとロールプレイングゲームを合わせたような、だからゲームっていうことなんだよね。だから結構簡単っていうかね、そんなまあ最初のうちだからかもしんないけど、そんなにねこのむちゃむちゃレベル上げたり育ってなくてもまあいいかなっていうね、まあ、結構カジュアルゲームに近いかな。まあでもだいぶ進んでくるとね、多分いろいろアビリティとかね細かいところ詰めていかないと勝てなくなってくるんだろうけど、あとはねマルチプレイがねできるんですよ。あの強敵のねボスに対して、あのみんなでね、みんなって言っても4人でなんだけど、まあ倒すっていうね、ちょっとそれもねやってみたいなと思います。まだちょっとねパーティー弱すぎてなかなかマッチングしなかったんで、もう少しちょっとレベル上がったらね行きたいね。であのウィークポイント、弱点をねなるべく攻撃当ててやると倒しやすい。なかなかコンボ続けるの難しいよね。6コンボとかそれぐらいしかいかないよね。だから下に落ちてこないようにこの連続してね攻撃するとコンボがつくんですよ。
あとはやっぱりあのフィーバーゲージ気になるよねあのフィーバーゲージちょっとなかなかたまんないんだけど、フィーバーになるとどうなるんだろうね。もう一息いけるか。行きましたね、つえな。ごめんなさい。さあクエストクリア。基本的にはねクエストを進めていきます。クエスト進むとあの石がもらえるんで、貯めてガチャを引くと。なんか斬新だな。であとこの音楽がなんかいい感じだよね。なんかやる気が出てくる。おうイエロープル。さあどんどんね進めていきます。さあステージ6、ここはなんだ、ちょっとやばそうな感じになってきた。でロールプレイングなんでストーリーもねところどころ入ってきます。ちょっと今回飛ばしていきますけども、ユニゾンが解放された。これがこれはなんだ、キャラのスキルを組み合わせるとなんか特別な効果が出てくる。行きましょうか。さあパーティーはおすすめで組みましょうか。ユニゾンが使えるんだよね、解放されたよね。水キャラで行きましょう。リーダーはアリス。アリスリーダーです。サブでフィリア。だからアリスは水属性キャラが HP80% 以上の間そのキャラの攻撃力をプラス 100%。 だからパーティーによってねの組み方によって全然強い弱いが変わってくるんだよね。だからこの属性キャラの攻撃力プラスとかつくやつをうまくリーダーに持ってきていくとなかなかいい感じにいけるかと。さあボスです。イタチの舞で、またこのグラフィックがさ、なんか何なんだろう、ドット絵というかこのチープな感じがまたいいんじゃないの。最近はさ、最近のゲーム結構リアル志向だね、グラフィックのゲームばっかりね最近ずっとやってましたけども、久々になんかシンプルな感じでこれはこれでいいんじゃないの。クエストクリアいきましたね。サクサク進むよね。さあ SS でクリアです。ランクアップ上がりました。ちょっとなかなか面白いんでしばらくちょっとやり込んでいこうかなと思います。Come on.